この辺で日がバッと見えるところへん、はい、この辺でちょっと、はい、あ、今日皆さんどうも暑い中ね、今日ほんでまた急に雨が降ったりね、けったな天気の中、皆さん、ここで業さん集まっていただいて、ご苦労様です。で僕は吉村と言います、まあ、田辺さんとかね、いや、いろいろと、はい、ですけど、僕はちょっと地元の、僕はこの近所の北田辺というところで生まれ育ちまして、で、今、地元にね、田辺大根というね、伝統野菜、それの普及運動とか、それと、この地域もホープゾーンと書いて、まあ、大阪市が指定した保存地域になってたんで、まあ、それの役員にあったりとか、それとこの冷やすの仕組みの町ガイドやったり、なんかそういうようなことをいろいろ、まあ、田辺に関わることをいろいろやらせてもらってます。で、まあ、今日は無原爆ということで、で皆さん無原爆というのはなんか今までお聞きになったことありますかね。はい。でね、無原爆っていうのは広島と長崎に原爆が落とされましたね。で、それを本物の原爆を投下するための、まあ、というか投下訓練用の爆弾ということで、で、今、あそこのちょっと掲示板のところに写真が出てるんですけど、あれがバッキンで、ボコンと偉いあれね、あれ、長崎に落とされた、プルトニウム原爆、で広島に落とされたやつは、ウラニウム原爆っていうやつで、まあ、魚雷の形してるんですけど。長崎のところやった国民原爆には、まあ、ああいうふうにずんぐりしてて、で、まあ、アメリカ人はなんかすごい怖い兵器でもなんか優しい名前の付けの好きですから、広島を落としたやつはリトルボーイっていうね、名前愛称をつけてます。でこれはまあ、ずんぐりしてるファットマン、超えた男っていうね、まあ、そういう愛称がある爆弾です。でこの爆弾と同じ形大きさ重さのほんで中に一体は原爆銃なくて普通の、まあ通常火薬を入れた爆弾をアメリカは、終戦間際これ大量に作って、まあ、50発近くですね。で日本を空襲してましたね。その空襲の中にですね、それ紛れてこういう爆弾をどん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 落としてました。まあ、それがほんで皆さんに資料を持って持てる一覧表みたいなのがあるんですけど、でこれがまあ、こっち日付7月20日、1945年の7月20日、でそこからずっと24日とか25日、ちょっとこれ、ほんでそれ、日本の茨城、東京、福島、富山、愛媛、まあ、兵庫、なんか日本のいろんなところ、ね、に落としたというね、そういうリストです。で、まあ、これも8月14日までですから、広島長崎に原爆落とした後も、8月14日の終戦の土壇場まで、この50発近くをこれ日本の各地に落としてるわけですね。で、で、まあ、なんでこんな爆弾を作ってこんなに大量に落としてたのかということなんですけど、この資料のね、一番右端ですね、ここのところ評価っていうのが出てます。で評価のところね、 N とか EX とか G とか P がありますね。で N というのはノン、失敗した、まあ、うまくいかなかった、失敗したっていう。で、EX はエクサレント、最高に良かった。なるほど。で、グッドは良かった。で、まあ、ポアはなんか、まあ、貧弱で貧しかったり、まあ、バタフラーとか、貧弱だったみたいな。で、この評価っていうのはね、何なのかな、みたいなね。まあ、どういうことでもって、この評価するんだな、みたいな。で、考えの名教授、加山さんっていう、大阪の空襲士で、まあ、今亡くなってたら、その人に、まあ、僕は、でもそのまま、自転車に来ますか。ちょっとこっちの寄っておきますね。
はい、ですからそのまま行くと自分自身が自分の飛行機機体自体が被爆しますね。ですから、投下した瞬間に機体を反転させるんですね、避けるために。でそれもなんか軽飛行機じゃなくて、当時B-20 は空飛ぶ要塞と言われた大型の爆撃ですね。その大型の爆撃を急反転するわけですね。それもその機体を自分の機体から5トンの重さを反すから、その機体自体浮き上がる可能性があるんですね。だから浮き上がるを抑えながら反転させないか、それでいてて目的目的に爆弾を落とすんだ。だから原爆を落とすためにはそれほどすごい技術があるんだ。原爆は開発されるまでのプロセス、ちょっとこれ見にくいかもしれませんけど、日本のちょっと 近代史、現代史の中でいくと、1937年から日中戦争が始まりますね。で最初、日本は中国へずっと攻めていきますけど、で、これは短期に抑えると思ってたら、意外と中国というのは広いですから、県だけ抑えてもなかなか中国の人たちの抵抗があって、で結局、戦闘面を抑えられないから、結局長引いてきますね。ほんでその間に、結局アメリカとかイギリスとか、日本なんかな、そんな、ぐりぐりすんなみたいなこと、そういうちょっと声を起こって、で日本もほんで、もともとそういうというかな、戦争を遂行するためのエネルギーとかいろいろ物資が少ない国で、結局その中で結局ビルマとかインドシナに、それとアメリカに向かっても結局戦争を仕掛けていくからですね、それが太平洋戦争、1941年に真珠湾の奇襲というのをしますね。で、これ真珠湾の奇襲自体は奇襲ですから、もう向こうの用意してない段階で、非常に戦果を上げますけど、これ自体もアメリカの戦略やったという説もありますけど、アメリカはわざとアメリカ人の戦意を高揚させるために、日本はこんな悪いやつやということをするために、そうしたという説もあるし、いずれにしても太平洋戦争が、最初日本は戦果を上げますけど、そのうちだんだん戦闘が上がっていくと、今度は太平洋を境に行く。ミッドウェイの海戦の、その中で日本は大敗しますね。でちょうどこの1940年のミッドウェイ海戦、この頃にアメリカは原爆開発を開始するんですね。これをマンハッタン計画と言います。でこの時は当時世界の物理学者の中でこの原子の力を利用したすごい威力があって、すごいこれを爆弾にも利用できるみたいな、そういう発想だから、それはいろんな国が、日本も含めてあったと思うんですけど、で特にドイツにいたユダヤ系 の物理学者たちは、これをナチスに持たされてはいかんということで、当時 のユダヤ系の物理学者たちがアメリカやイギリスに対して、早くこの原爆をドイツよりか先に開発してくれというふうなことをずっと思って、その中にアインシュタインとかあんなも入ってます。で、そういう中でアメリカは原爆開発に取り組むわけですね。で、これはマンハッタン計画。で、このマンハッタン計画ってすごいもう予算、当時の戦時中の日本の内閣の1年間の予算ぐらいをいくらでも使うぐらいの、相当な予算を使って、開発するというと。で、その間に、日本はずっと戦局どんどん悪くなってきます。1940年になると、マリアナ諸島、今 の、サイパンとかガムとかね、ケニアンというその地域がアメリカで、どうしてアメリカはこの地域をどうしても抑えたかったんですね。どうしてここを抑えたかったというと、ここに P-20 の位置を置くと、P-20 の特性というのは非常に高い距離を飛べるようになると、それと航続距離が長い爆撃なんですね。ですから、ちょうど日本、このサイパンとガムから飛行機でずっと日本をずっと行って、でそこからまた軽く帰れるわけですね。ところが日本の当時の迎撃機というのは、この D-20 の高さまでなかなか迎え撃つことができないのと、それとこのサイパンとガムまで日本の飛行機は結局航続距離がないから襲えないんですね。ですからアメリカは非常にいいところを、やっぱここをどうしても抑えないかんということで、ここですごい、ここでサイパンとガムで当時日本の民間人、軍人を含めて抑えてたんですけど、結局そこですごい攻防戦があって、非常に大悲劇が起こってますね、日本の人たちに。
相当なくなって、まあ、アメリカ兵もなくなってますし、で、だからここを落とされることによって当時の東条内閣は、結局、辞職するほどの、まあ、ここが大事な基地だったんですね。で、まあ、ここをアメリカを抑えたことによって、日本への空襲がどんどん激化していきます。でちょうど、1945年の1月16日、アメリカはテキサスアラモ暴動で人類初の原爆実験に成功します。非常に、まあ、原爆開発、だから当時に開発する実験、その実験に使った時点で4発やったと思うんですね。ちょうどね、この1月16日、その翌日に17日からポツダム会談。ポツダム会談っていうのは、結局まあ、当時のリアル、まあ、今で言うと戦勝国側っていう、だから、アメリカ、イギリス、中国、まあ、その国が集まって、まあ当時のソ連が集まって、結局、まあ、戦後の体制をどうするかという会議だったわけですね。もうだからもうこの段階でも、日本はもうほとんどもう、もう敗戦、もう寸前の状態やとね。ちょうどこの状態の中でアメリカは会議に臨んでますから、アメリカにしたら、もうこの戦後体制を会談する中で、自分のところはこれだけすごい爆弾をね、開発したということを思っているということは、もう戦後の支配体制を保持するためにはすごく有利なわけですね。それとアメリカはもう一つ言えば、この中で、実際に人間っていうのは、そんなすごい爆弾を作ったら、これを実際どっかでやっぱり試してみたいという、でまたその試すことによって、結局世界にこんな爆弾があるんやということをね、アメリカ持ってるということで、アメリカの支配権っていうのは非常に強くなるということで、でなんかこの間ずっと、だからただこの間にも、結局ドイツはもう敗北宣言やってます。まあ、残ってるのは日本で、実際に戦争の中で使うことができる日本相手の中ですね。で、ただずっとこの辺の近づくにも、もう段階でだんだん日本の敗戦するんです。で、その間に今度ソ連自体も日本に参戦してくるという動きがあったから、アメリカにしたらこの原爆を使うのは、やっぱりソ連が参戦して日本が負けてしまうことに使えないから、結局それまでの間に使わないかということで、まあ、非常に微妙な段階で、8月6日に、まあ、広島原爆で、8月9日に、まあ、長崎に原爆を発射という、だから非常にもうこの間が非常にというかな、アメリカにとっても非常にこれを原爆を実際に人間とか町を使って成果を調べるために非常に重要な時期やったという時。だからそういう中 で、 ほんで当時アメリカが開発した原爆自体がまだ、数個しか、まあ、3個4個ですから実験に使って、で使ったのが、まあ、3個1個3個だからそれを、今ある原爆をいかに有効にうまく成功させたということが大事だったから、そのためにも実際のこの投下訓練にすることによってその少ない爆弾を効果を上げて落とすということをずっとやってたというふうな、ことが言えると思うんですね。まあ、それから僕らはずっとなんか、まあ、ずっとこの10日のこれを見ていると、まあ、よくアメリカ人は、原爆を使うことによって、この戦争の犠牲を少なくして、早く終わらすことができたいなというのが、まあ、アメリカ人の、まあ、発想なんだけど、でも実際は僕はなんか、こういう実際に戦争を使わないかという爆弾で、だから戦後のことを含めて、やっぱこの爆弾をいかに有効に、成功させたということを、まあ、やってたんじゃないかというふうな、だから、まあ、だからもうこの今考えたいと、この少なくの実は少なから、まあ、この段階からもこの原爆を使ってやってたということで、まあ、まあ、非常にだから、この原爆というのは、まあ、原爆を有効に爆発したというのは非常に、まあ、有効な、まあ、手段やったんであったり。うん、で7月26日のは、まあ、もともとはこの大阪市街地でいうことで、で
まあ、この地域に住んでる人たちもね、当時落とされた時になんか1トン爆弾、あの大きい爆弾が1トン爆弾を落とされたというふうにみんな思ってたんですけど、結局これが当時あの7月14日あたりに、ね、春日井のあたりも集中的に落とされてるんですね。で、春日井の人たちはあれ何やったんやろみたいなことで、で、国会図書館、アメリカの国会図書館とか、まあ、いろんなところで資料を漁ってたら、こういう一覧表が出てきて、こんな特別爆弾をずっと投下してたというリストが出てきたんで、で、まあそこから、ね、で、その中で、ね、まあ、僕らもそういうことを、まあ、まあ、で、まあ、大阪でその時間にあった場所はどこやということになると、やっぱここやったということで、ここを特定できたという。相当被害はあったんですよ。ね、まあ、あとね、それもね、当時ね、大阪市が発表した資料とね、それと警察が発表した資料に、ね、ちょっと死傷者の数がちょっと違うんですけどね。で、まあ、大きい5トンという大きな爆弾の割には、まあ、死者自体は割と、ね、まあ、7人という、これは大阪市のせいなんですけど、まあ、ただ手紙は相当できたということで、で当時、その当時のことをなんかやっぱり小学生とか中学生ぐらいで、まあ、その当時のことを覚えてる人たちで、実際に、ね、爆弾を折った場所をね、ちょうど向かいの半分出すことがありました。で、そこ田辺小学校というのがあって、田辺小学校の町ほど北側があるのがあって、はい、で、あ、もうちょっとね、その被爆直後の、ね、写真ね、持っとくのごめんなさい、忘れた。まあ、そういうふうな、もうあったり一部も何にもない、まあ、当時ね、ここ南海 の平野線というちんちん電車が通ってて、でもそこで、まあ、電線にもいろいろなんか布団がぶら下がったりとかね、まあ、ある人によるとね、内臓がぶら下がってたとかね、まあ、そんな話も言うてある人います。で、そこの田辺小学校の行動には当時もう、まあ、当時学童疎開があったんで子どもたちは少なかったんですね。で、まあ、女の人たちが結構多くて、女の人たちがもうほとんど、まあ、学童 の, あので泥とか埃で血まみれに埃まみれになって、ほんでもううめきながら行動に滅ぼされてたみたいなね、そういうふうな目撃に。で、やっぱこの近所も、まあ、お医者さん、まあ、病院ってないから、お医者さんに向かって、ずっと、もう、みんな行列、血だらけないんだ、行列を追って、まあ、お医者さんに向かって歩いてはったとか。で、当時、この辺り、まあ、昔、村地域だったんで、結構細い道が多いんですね。で、やっぱり、5トンという爆弾が、爆風がすごいから、その狭い道を爆風がブワーッと飛び抜けていったから、結構、まあ、家の中のガラスとか、壁がもう地震と同じような状態やったと思うんですが。これ5トンあったわけでしょう。はいはい。実際爆薬はどのくらいいっぱいいっぱい貼ったわけですか。もうそうそう、5トンの爆薬ですね。じゃあ1トン爆弾が一番大きいと言われていたのに、ね、その5倍になるんですね。ですから、ここのところの中、戦後もなんかその折ったあれに池みたいな水たまりができてたっていう。僕はなんかちょっと頑張ってしたんだけど、本来、まあ、あそこのところに火、まあ、を、ね、立てるべきなんだけど、まあそこをで、たまたまね、そのことを、まあ、テレビ最初のテレビでちょっと報道されたときに、その見てた人が、うちの親父その爆弾で亡くなったんやちょっと知り合ってね。で、ちょうどここに持ってる人でね、で、親父がそんな爆弾なくなってやったら、まあ、その爆弾があったということと、なんか親父の、まあ、冥福のために、で、まあ、自分の土地のところを提供して、まあ、自分で帰ってくださったので、まあ、それでここに。いつ頃から始まったんですか、これね。はい。はいはい。あ、この追悼式、追悼式自体はね、まあ、だから、まあ、これ、このことが分かってからですか、今からもう10年、十数年前かな、はい、からですね、はい、立派ですね。まあ、だから、なんかいや、僕らもそれまではね、なんか広島、長崎とか、まあ、ちょっと教科書とかね、習う程度で、まあ、なんとなく、なんか、まあ、すごい爆弾やなみたいなことで、まあ、なんとなくちょっとなんとか遠い。ってのことをと思ってたんだけど、なんかその昼間がつながるようなことがこの田辺でもあったんやということで、まあ、より身近に感じるような。僕ら結構歴史はうるさい連中なんですが、でも全然知らなかった。あ、そうですね、はい、で去年の追悼式の件が、うん、はい、産経新聞ですか、あれ読んでなんやねんこれいうことで、あ、はい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 、
だから最初の頃はね、なんかあの結構あの当時のこと知ってる高齢者の人が来てあったんだけど、あの最近はだからあの結構中学生とか、うん、あのなんかもうあの、まあ、来て、ほんでここでやっぱその追悼式の時にあの自分らでそのメッセージとかの追悼文を読んでくれたりなんかして、うん、まあ、それね、失礼ですけど、うん、どういうことですか？あ、僕若く見えるけど72あ、もうじき72、はいはい、若いじゃん。僕昭和21年生まれです。はい、若いじゃない。若いですね。嬉しい、嬉しい、嬉しい、より人張り。まあ、だから、まあ、あのそういうことが、まあ、僕らもなんかその田辺の歴史をいろいろね、なんか調べる中で、あ、なんか、大根ばかじゃなくて、まあ、こんなこともね、なんかいろいろ自分たちの身近にあったということで、で、やっぱりそのことはもう、やっぱり、みんな伝えているってなって、はい。そういう、ご質問とかないですか、特に。あのここはもうちょっと行ったところに、ね、お寺があるんですけどね、あのそのお寺がね、そのバスの上にちょっと傾いてますね。ここの見張ります。あ、じゃあ後で、まあ、ついでから。はいはいはい。バスの上、歩道が。どれくらい貼られてるんですか、距離は。まあ、今歩いてきたぐらいの距離。腕バク上？そんなないですよ。そんなバクはない。え？そんなバクはない。あのね、なんかこの辺に、ね、金剛荘というね、あの料亭があったんです。んで、まあ、なんでね、この田辺にね、その原爆を落とすかなと。で、まあ、いろいろ説があるんですけど、まあ、なんかその金剛荘という部分で、そこになんかまあ兵隊が泊まってたからとか、そこまでそんなに情報聞くかなみたいなね。それとなんか本当はなんか棚で落とすよりか、なんか富山かなあっちの方に落としに行って、そこでうまくあの落とすことなかったので、帰りだけの打診でこの辺通って、で当時あの大阪の市内のもほとんどあの空襲で焼け野原になってて、ちょうどこの辺りはね、結構ね、空襲から逃ってる地域なんですね。だから、まあ、そろか見たら、まあ、ここまで残っとるやんけみたいな、まあ、そういうことをやったのかもわからないし、はい、帰りは全部空っぽで帰ったんです。もうとりあえずなんか、あだらん、あだらんぽつくんで、あの金剛荘に大きなね、庭石があったんですかね。その大きい庭石がね、そのお寺にともっとあの今見たお寺のバイクラインのところにあの飛んできてます。どうも、ありがとうございました。はい、ご質問ないですか？ないですね。ありがとうございます。ありがとうございます。話がよくわかった。元アナウンサーだった。 そうなんですか？いや、あのアナウンサーではないけどね、あのラジオ大阪でとかに、で、あのちょっと一応、はい、あの、あ、それはなんか、どうにかあるけど、えらい流暢やな思って。いや、それとまああのあと、まあいろんな何回も、まあ、いろんなとこ説明されてるから、こうね、だんだんレベルアップしていく。あ、そう、ね、吉村さんでしょ。誰かに似てると思う、この人の顔。あ、もう、はい、分かった、俺もな、似てるなと思った。あ、はい、弟よ、彼と飲んだ。あ、高子さん、高子さん、いや、あの、先生に一言お願いいたします。はい、今日はあのどうも本当吉村さん、ありがとうございます。まあ、あの歴史に詳しい人たちも知らなかった、もちろん私も知りませんでした。はい、でも本当にこの原爆とかね、とても怖い話がこう大阪のところに、ね、結んでいく。それもアメリカっていうのはその原爆で落とすためのこんだけ50発っていう、ね、うん、爆弾を予備で訓練してきたっていう、怖い話だった。こういうふうに本当にもう戦争なんでね、二度と起こらないようにっていうのね、みんなで努力していきたいなっていう。なんか人間ってやっぱり新しい兵器持ってね、やっぱりどうしてもどっかに使いたいとかね、それは。人間の中の悪魔の心ですよね。ね、やっぱりだからね、だからいい心と悪いところ両方ありますからね、そっちの方にね。こういったことをまたあの地元のね、中学生の皆さんお話しいただいて、はい、みんなで戦争っていうのをね、こういろんな面から考える機会も。ありがとうございます。どうも、はい、あの地元からあの田辺先生も一言お願いします。はい、一言お願いします。やばい、嘘だ、吉村さん、吉村さんの後に僕そんな言えるのめっちゃきついじゃない。芸人たるもの、修行には。今日は皆さん暑い中、あの遠方からお越しいただきましてお疲れ様でございました。
あの先ほどもお話は吉村さんからあった通りでございまして、私もまああの今このちょっと私もすぐそこに住んでるんですけども、あのこちらに来まして当初は知らなかったんですけれどもね、まあ、あの議員になりまして、まあ、こういう話を伺いまして大変びっくりしてます。で、まあ、毎年あの26日にあのここであの慰霊祭、あの吉村さんはじめ皆さん地域の皆さんと共にやっております。まあやっぱりとにかくその戦争のない世界、平和な世界を目指してですね、あの、まあ、新先生の元でですね、まあ、大阪市議会議員一員として頑張ってまいりますので、どうもこれから皆さん、ご理解とご協力よろしくお願いします。今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。もし高見議員。高見先生。そうだ、お願いいたします。頑張れ。ほぼにもう、自民議員。はい、自転車来てますから。本日はお越しいただきありがとうございました。あの本当に、本当にこの実験みたいなことを、ある意味、非人的に、将来の生活を伝えようとしなきゃいけないように、やっぱりあれはずっと覚えておくということが大事だと思うんですよね。だからずっと僕と言わせないようにすると、毎年毎年やはりやってほしいなと思います。コロナに忘れないようにしたいと思います。ぜひご参加したということでありがとうございました。ありがとうございました。今日は先生の喧嘩していただいて、みんな黙祷したいと思います。皆さんでもこれ写真どうぞ。いいです。皆さん代表して。黙祷。ありがとうございました。じゃあこれをもちまして一旦終わりにいたします。で、そのままここから、はいはいはい、行きましょう。